モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には古河市にある増田切箱店の霧の中地まな板プレゼント。霧のまな板を使ったことがあるっていう人がどれぐらいいるのか分かりませんけれども、うん、霧というのはねすごく軽いでしょ、はい、だから取り回しが楽、そして素材的には柔らかいっていうことでね包丁仕事してて疲れないそうです、はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、まあ今日はねもう仕事お休みだっていう人も多いみたいなので、そうですね、うん、まあただやっぱこう台風がね、まあ来て大変だっていうことでちょっとのんびりしたおもろい家族を紹介していこうかなっていうふうに思います、はい、まずはねこちら女性の方ですね。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。現在私は夫と2人暮らし、子供たちもそれぞれ家庭を持って、夫も定年までしっかり勤め上げてくれて、現在はのんびりとぼーっと過ごしています、うん、夫がなるほどまあよく喋る夫、テレビを見ていても常に話しかけてきてもううるさいその夫が家事には一切携わってなかったんですが、洗濯だけはしっかりしてくれるようになりました。まあ世代的にね、そういう世代なんでしょう、まあ、そうですよね、私のねやっぱ一世代二世代ぐらいね、はい、やっぱ上の方なんでしょうね。洗濯だけはしっかりとしてくれるようになりました、うん、一回してくれた時に褒めちぎったら自慢げに自分の仕事だと信じ込んで先日もベランダで洗濯物を干してて大きな声で、おいパンツぐらい買えよ、こんなにゴムが伸びきってこれ履けるのと言い上がるんですそうです、私は人よりも少々多めに肉を蓄えている、もう黙って干してよと言い返し、その時はそれで収まったんですが、昨日もまた、もうこのパンツ勘弁してやって、ここまで履いたらもういいやろとまたまたマンション中に聞こえそうな声で言うんです。なんで黙って干せないの、わざわざそこで言わんでもいいやん。すぐさま、はいはいごめんごめんこれは大変だぞ面白いはいはいごめんごめん、返事はすれど絶対ごめんと思ってないやろその夫も最近頭のてっぺんが寂しくなってきて少しだけ気にするようになったんです、うん、先日遊びに来ていた4歳の孫が、じいじい頭お肌が見えてるけど大丈夫と真剣な顔で言われて絶句、私は笑いをこらえるのが必死、夫が息子にハゲって教えてないのかと確認、教えんよそんなこと、頭のお肌が見えてきているってこういう言い方なんでしょう。まあまあそういう言葉をね教えてないっていうことでしょうけど、そうですよそうですよ知らなかったらね、だってまあまあまあ人間ね、まあ人間ねっていうか男はまあ白くなるか抜けるかのどっちかですから、はい、そう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 なのでねまあ諦めましょうさあそれからね、これいきましょうか、短いやつですね。たえこさん、中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。もうすぐ霧の中地まな板終了と聞いて慌てておもろい家族にメッセージしました。はい、そうなんですよね、この霧の中地まな板もいつまでもあると思っちゃダメですよっていう風にね、まあ、以前霧の中地フォトフレームがね、いつかなくなるよっていう風に言ってたんですけれども、はい、言っても皆さん信じないから、そうですねいよいよ今週までってなった時にね、そうわーってもうたくさんメッセージ届くんですね、はい、まだ夫と付き合って間もない頃の話、夫の地元筑豊なんです。で筑豊のお友達のところに遊びに行って、そこでホゲの話題になりました、うん、私は
熊本出身なんでよくシナッセーやシオラスっていうのを言うんですよね、うん、でそれを夫の友達に指摘されて私はうんそれはなかなか抜けないんだよねと言って、逆にこっちがこっちの人は語尾にチって言うよねって言ったらその友達がへえチチ夜かねもう途中に入りましたそうですね、はい、チッチ夜かねって今日はねもう短くトントントンといきますよ、はい、のんびりしたものを行こうかなっていうふうに思ってますんで、はい、さあそれからね、これも行きましょうか。男性の方からいただきました。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。以前勤務していた会社での電話対応の話、僕は住宅関連の仕事に携わっていたんですが、夜事務所に帰ってきてデスクワーク、その中の仕事の一つに定期的なアフターメンテナンスの予約の件でお客様に電話を入れることも業務の一つでした。もう何年前のことかは忘れましたが、お客様の家に電話を入れた時に電話口に子供が出たんです。声の感じからして小学校低学年のようだから、子供に分かりやすいようにかなりゆっくりと、トーンは少々高めで、田中様のお宅でしょうか、私中島と申しますが、お父さんかお母さんはいらっしゃいますか。すると子供が取った電話が気になったんでしょう。電話口の奥の方から子供のお母さんとおぼしき女性が、誰からの電話と呼ぶ声が聞こえてきたんです、うん、すると子供が大きな声でおかまそうでなくてマジ男の人だけの声が高いしそういうことですすっごいいろいろ考えたんですねこれはねもう一番笑ったのは、はい、もうね20年ぐらい前のことですけれどもね、近所の子供がバッテン荒川ってオカマやろっていやそうでなくてねえバッテン荒川ってオカマやろってもう俺ほんとびっくりいたしましたそういうことそういうこと、ね、そういうことなんだよ。おばあちゃんの格好してたらね、そういうこと、そう思いますよね。そういうことなんだよ。ピラーっとしてはいよちょっと俺が言いたかったのに俺なんてお年玉もらってたような男なんだぞ。うわーすごい、荒川さんからですか。そうですよ、ものすごく可愛がられてたんだから、じゃねえなかなかいないだろう。福岡のタレントでもほとんどいないと思うよ。本当ですね、すごいそれ俺5年ぐらいずっともらってたから、おじくんはい、いやいやもうほんともうね、あの曲を出せとかね、はい、そう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 、私のことを心配してね、あ、そうですか、そうそうそう、1曲出せばそれで30分のパッケージで営業回れるかな。何の話で、いやいや何の話で、で僕そういうタイプのタレントじゃなかったんでなかなかねそうそういうことなんだよ。だからバッテンさんはねやっぱ曲を2曲バッテンさんの曲とかはねやっぱ、はい、ヒット曲もたくさんあるからね。そうですね、うん、さあそんなこんなでね1曲